さあ続いてはトップのポジションからダウンスイングの動きをご紹介していきますでこのトップのポジションからのダウンスイングの動きというのが非常に重要な動きになります早速ご紹介していきますアドレスで構えた状態からバックスイングをスタートさせ先ほどご紹介したトップの間を作ってからダウンスイングをスタートさせるときにダウンスイングのスタートでは左肩の動きからダウンスイングをスタートさせてください トップのポジションからは絶対に腕もしくは腰からダウンスイングをスタートしないように意識してくださいトップのポジションからは左肩からダウンスイングをスタートさせますでこの左肩をからダウンスイングをスタートさせるときにはトップのポジションから左肩を真左のターゲット方向に移動させるイメージになりますトップのポジションから 左肩をターゲット方向の真左に移動させてダウンスイングをスタートさせることによって自然と腰もターゲット方向に移動しますでその後左肩はターゲット方向に永遠に移動することはできませんのでその後肩は回転してスイングするようなイメージになります。で先ほどお話ししたようにトップのポジションから絶対にやってはいけないのは腕からダウンスイングをスタートさせることもしくは 腰からダウンンススイングをスタートさせることになりますまずトップのポジションからどうして腕からダウンスイングをスタートしてはいけないかというとちょっとご説明します <laughs> まずイメージしていただきたいのはトップのポジションで4台の車をイメージしていただきたいんですけどもこのように4台の車があります。 絵が汚くてすいません。このように4台の車が並んでいます。で、こちらが進みたい方向のターゲット方向です。で、この1台目の車が左肩になります。次が腕。 次がグリップで最後にクラブとこのような形になりますでこれイメージしていきたいのはこれがトップのポジションになるんですがトップのポジションでは左肩が一番ターゲット方向にあります続いてが腕でグリップで最後にクラブになりますこのようなイメージでトップのポジションでは4台の車が左肩を先頭に 並んでいますトップのポジションから一番多いのが腕からダウンスイングをスタートしてしまう状態なんですけどもトップのポジションではこの1台目の左肩2台目の腕3台目のグリップ4台目のクラブというのは適度な距離を保っていますイメージしていただきたいのはこれがトンネルの中で一車線というようなイメージです。多くのの方がトップのポジションから 腕からダウンスイングをスタートしてしまうことによって左肩が動いていないのに腕だけダウンスイングをスタートしてしまうのでここで腕が左肩にぶつかってしまいます。で腕が左肩にぶつかってしまうことによってこの動きが悪い動きになってしまって力がすべてロスしてしまいます。トップのポジションからは腕もしくはグリップクラブ からは絶対にスイングをスタートさせないでくださいトップのポジションからは一番先頭にある左肩をターゲット方向に移動させそれに腕、グリップ、クラブがついていくようなイメージになりますこの四台の車というのは絶対にぶつかってはいけませんぶつかってしまうと力がロスしてしまいますなのでトップのポジションからは一番先頭にある 左肩からダウンスイングをスタートさせそこに腕がついてきてグリップで最後にクラブのヘッドというイメージになります。トップのポジションから左肩が動かずに腕からダウンスイングスタートしてしまうとこのような形になってしまいます。ここれを後方かかかららら見るととののよううになりまますトトップのポジションンン腕からダウススイングスターししてしまうと 左肩が動かずに腕からダウンスイングをスタートしてしまうとこのようになりますこのように左肩がターゲット方向に移動してくれないので腕が前に出てしまいます背折り投げするような動きになってしまってクラブのヘッドがアウトサイドから降りてきてしまいますで実はこれがアマチュア選手がスライスする原因の90%になりますアマチュア選手がスライスする原因の90%というのは トップのポジションから一台分の左肩が動いてくれずに、腕からダウンスイングをスタートさせて、左肩にぶつかってしまい、左肩が止まって軌道が荒れてしまいます。トップのポジションからは腕からではなく、左肩からダウンスイングをスタートさせます。その後、腕、グリップ、クラブというのがついていくイメージになります。 例えばそれではこの左肩が行って腕グリップクラブは全く動かなくてもいいかってそうではありません左肩が移動してくれれば残りの腕グリップクラブっていうのはいくら振っても問題ありませんが左肩が行ってくれなければこの3台は絶対に強く振らないでくださいなので絶対にしないといけやらないといけないことはトップのポジションから左肩を先に ターゲット方向に動させますこの時腕はあまり力を入れないでください腕で無理に振りに行こうとはしないでください。